これがね、試合大育42回目なんだよね。<laughs> まあ、先週休んでましたよね,よね。そうだよね。先週休んじゃったんだよね休ん。休まざるを得なかったんだよね。収録はしたんだよね。収録はしたんですよ、実は42回目の収録をね。撮ってはいたと。撮ってはいたんですけど、まあ、ちょっと僕の音声データが完全に飛んじゃって。バカ野郎 バカ野郎だったね。バカ野郎だったねなんか波形はちゃんと取れてるんだけど、あれ何回再生しても書き出しても無音になるみたいな。それはなんか結局、何だったのいやわかんないね。結構調べたんだけど、もう復元できずに。今日,も今日は、<の>今日は大丈夫ですか今日は多分大丈夫。何回も音取れてるかのチェックして始めたんで、<あ>大丈夫だと思いたいな。ならよかったす、はい。すいません、ちょっと。 まあ1回はやるだろうなと思ってたんですけど、やっぱ42回ってなっちゃうんだね、そういうことね。まあね幻の42回。ね、まあ、そのタしプの話はしてないそう。そうだね。何話したっけあのさ、あれだよね。あの、次住むならどこ住むみたいな話してた、ねうん。結局結論が僕は出ないまま終わった <laughs> そうそうそう。結論出なかったし、何回はまあよかったでしょう、別にね。うん。すごい、各地への悪口を言ってた気がする。確かに。 <laughs> まあ、いろんなこ、ね、かったですよ、まあ、まあ、そうですね、逆に良かった気はしますけど。うん、はい。大丈夫です、安心してください。深夜大学続いてますんで。はい。今週もじゃあ始めます。はい。お願いします。トントントン。トントントンと。これね、言われたんですよそ、友達に。最近、バーベキューとか行ってたんですけど。はい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 。はい。で、まあ結構、深夜大学聞いてる友達とかもいて。マジで トントントンは言った方がいいって言われましたねトントントン好きだから言ってくれって言われました <laughs> あ。あそうなのう,うんなんかそのラジオのジングルみたいなあれじゃないですけど何んんかその特色だしうん始まるんだって分かるか言った方がよくねみたいななるほどね。おお初心を忘れていましたね僕たちはね。最近ね始めますみたいな,なんかね,ね。ね。ぬるっと始まるもんね最近。ぬるっと始まるから。 そう,そう思いましたよ。あ,とあれですね、あの、先々週の Amazon の回の反響、思ったよりすごかったね。<laughs> うんですね、あのー、思ったよりね、<laughs> フォロワーさんで、買われてる方が、そういらっしゃって、僕の知り合いで。うん,うん。2>, 2人もね、ね、流れてきて。おお、マジか、あのー <laughs> <laughs> 掃除機を買ってましたね、掃除機でて、ね、安いものじゃないですかね、あれだってね、うん。言うてもね、2万ぐらいするやつでしたけどね、うん、あ本当に買うんだみたいな、なんか、あの、あれを見たとき、ちょっと本当に、なんだろうなあ、ラジオやっててよかったというか、<laughs> やっててよかったというか、まあ、なんだろうね。そうだね <お>やっぱ根本君は本なんだと。うん。やっぱ熱量がうまく伝わったんでしょうね。うん。いやびっくりしましたよ。あんな。ね良よかったじゃないですか。うん、びっくりした。よかったよかった。うん。そうね、だからプライムデー、先週はプライムデーがこれからっていう時だったんだっけ時だったね。その時にちょっと喋ってて。 あ俺らもうレッドブルは買ったよみたいなこと言ってたそうだねそうそうそう,そういやだから今年のプライムでねあんだけ語っていた根本君が何を買ったのかっていうのってやっぱ皆さん気になるわけですよな何を買ったのかなるほどね終わってみてね終わってみてそ,そうですねそれちょっと振り返ります、ね、ちょっと教えてくださいよそれをあでも、ね、実は僕そんなに注文履歴見てみようえー、っとねあでも意外と買ってるかも あのー、まず、レッドブル買いました。えっ、ー、と、そして、マイクロ SD 買ってますね。マイクロ SD、はい。うん、これ安かった。256ギガで1700円とかかな。安かね、お安いね。うん。うん、あと、最近、自転車もらったんで、パナレーサーの空気入れ買ってますね。安くなってたんで。はい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 。わかるあのー、なんて読むのこれ、フランス式 <laughs> はい、フランス式バルブのね。そう,そう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 。それが安くなってたんで、2645円で買ってますね。はい。あと、面白そうなのが、あ、これ、おもろと思ったのが、やっぱアンカー製品なんですけど、出たアンカー出ましたよアンカー,ンカー出ました皆さん出ましたよアンカー製品アンカーやろうが。アンカーユーフィーアンカーユーフィーが出してる、えっ、ー、とね、エアタグって言ったらいいのかな、これ。 はいはいはいあのスマホにスマホじゃねえやえっと財布に入れるカード型のうんああなるほどなるほどはいはいそうこれね実は今年発売された商品でうん結構ペラインですよ厚さ約2ミリぐらいではいはいはいエアタグってえっとアップルがすでに出してるじゃないですかちっちゃいんか丸いやつよねそう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 あれを なんんかか財布に入れるるとねやっぱかさばるんだけどあそうだねそうそれがかさばそ,うそう財布にちょうどカード型で入るやつをアンカーが出しててそ,う、ね、それがいやちょっと買った中で一番おっすげえってちゃんと思いましたねこれへえ<ー>これ千1000円ぐらい安くなってて確か買いましたそれでうんうん、うん、おいくらなんですかそれはこれねねえ,えっと,ねちょっと 分かんないないこれ見方が分かんない3000円とかかな三千なんか元値結構高かったんだよいくらで買ったかな、まあ、そうだね元根3000円だったら全然なんかそう元値4000円ぐらいなんですけど3000円ぐらいになってたかな、うん、確かうん,うん、うんうん、安と思って買っちゃったんですよねいいじゃんこれ何がすごいって iPhone の探す機能あるじゃないですかはいはいはいあれに対応してるんですよ さすがさすがもう何の設定とか新しいアプ,ラアプリ入れることもなく、うん、ちゃんともう買ってすぐ財布に仕込んで探す機能に追加ってやるだけで、うん、もう自分の財布どこに落としても分かるへえ<ー>家の中でなくしてたとしたら音が鳴るんですよね、うん 探す機能で音音を鳴ららすすカードか,ら音なんか鳴るのそそそそう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 ,そうえーすご,結すごない結構大きめの音鳴なるんでこれ結構なんか今年買った商品の中でなんかベストバイだったかもしれないと思ってああよかったですねそれはそう,そう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 、まあ、あとそれとは別に普通にアップルのエアタグとあの自転車に何だろうなアップルのエアタグって丸いコインみたいな形なんですけどはい,は,いはい。 それを自転車のの後ろの赤いライトとかります赤いライト反射が分かりますよあそこに仕込む形のエアタグをあそこに仕込める形の反射板があって。ああ、じゃあなんかなくなった時そう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 。わかるみたいな。わかるわかる。エアタグ、ちゃんと自転車に仕込む用のセットも買いました。それさ、何で動いてんのああ、これね、Apple のエアタグは。 電電池池ななののボタンで1年ぐらい経つとなんか電池が切れますよみたいな通知が来るらしいの。でアンカーのカード側のタグはねこれね3年使い捨てなんだって3年三<ー>年は使えるけどもう電池買えるとかないからもうカードみたいな形やからじゃあもう捨てて新しいのを買ってくださいと。そう,そう,そう,そうっすねだから1年 1年1000円で財布の居場所が分かるって思えば安いのかなみたいなまあまあまあそうねそう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 こんな感じでまああとは洗剤とかですけど面白かったのそんぐらいですね僕が買った中でまあね財布僕もいっぱいなくすんであいっぱいいっぱいいっぱいなくしてきた今まであそうなんだいっぱいなくしてきたいやあのね回数で言ったら多分ね56 いや以上だだな結構ねうんたいラーメン屋にあるんだけどねそうなんだカウンターでなくすのただあのうんんかさごはん屋さんの下テーブルの下になんかこう荷物置きみたいなとこあるじゃんあるねカウンターとかうん内道に置いてきちゃうんだよねあそのままね傘と同じよう置いてきちゃうそう あんまりこうお金を持ってるっていうね感覚がなくて当時確かにラーメンやって先払い多いもんねそうそうそう、うん、で、まあ、何回もなくしてまあ戻ってくんすよ一応はで別に中身もねこうなくなることなく、うんうん、まあ本当に日本って平和だなーって思ってたんですけど、うん、やっぱりねあの一回なくした一番最後かななくした時に 池袋当時近かったんで学生の時にご飯食べてて財布ない財布ないって思ってないっすよなんかねうちの母親から電話かかってきてはいはいはいあんたみたいな僕寝てたんですよその時はいはいはい電話かかってきてあんたもしかして財布なくしてないって電話かかってきたんですへえうちの母親からそっちからえなんでと思ってまず何でかなって思いながら そうあの「いやえ財布ああちょっと待って今寝てたわ」とか言ってこう「うんちょっと探してみるわ」とか言ってたら「いやいや違うあんた財布なくしてんのよ」みたいなうんもうそのうちにそると練馬駅の交番から電話かかってきたよあそういうことそこまで言ってたマジでみたいなうんでもなんで俺の携帯じゃなくて そっちに電話行ったんだろうなとかまあ思いながらまあ多分、たぶん、免許証の住所が、そう、あの、たぶんね、あれ、免許証って本席も載ってんだよね、IC に。ああなるほど、ね。で、本席から、たぶん、電話番号、なんかわかんないけど、触り出して、で、電話かけてくれたと思うんだけど、警察の人がね。で、母親から電話があって、で、練馬駅から電話があったと。 うん、えっと思っていやこれ怖いのが僕その日練馬駅行ってないんですよあ怖いねそうそこまで行ってたんでじゃ誰かの手によってそうなの運搬されてるんのようううう怖いねそうで池袋で最後財布使ったんだよねみたいな、えーうん、あそうなのみたいな、まあ、とりあえずあんた早く練馬駅行ってきなさいみたいな、うんうん、言われて練馬駅行ってで その時ねちょっとあのー、コーヒーの大会に出てたっていうこともあって財布の中にね、うん、1>, 1万5000円ぐらいちょっとまあ1万円ぐらい入ってたよねお金入ってたんだうん、うん、でやっぱそれがねこっそりなくなってて、うん、ああさすがにさすがにさすがにやられたと思って、うんねうん、うわー小銭とかも行かれてんだろうなと思ったらねその時小銭、うん、今でも覚えてるんですけど12円しか持ってなくて。 円はい、うん、その12円だけは入ったねちゃんと <laughs> 12円は入ってたんだ、うん、取らんかいと思って全部 <laughs> 本当だよね全部取ってくれああまあ買うんだことがカードルに、ね、全部無事だったんですようおそこはなんか盗んだ犯人もそこはそう,うんまあ足つくかもしれないからね、うん、そうだよね、うん、そうそうそ,うそれでまあ僕はやっぱ財布をなくす人間なんだなと <laughs> それはね買った方がいいかも再認識して、うん、財布やめたんす僕あやめたんだそううんうんあのー、っていう話をその当時バイトしてたら僕の同級生の男の子に話をしたら、うん、あじゃあそれはもう現金を持ち歩いた方がいい生でみたいな話になってそれから僕ずっとあのー マネークリップを使ってますねえ今も七年7年間ぐらいずっと同じマネークリップを使ってマネークリップうんリアルにいるとはあのねポケットに入れるやつをねそ<う>雑にさっと入れてそこからねなくさなくなりましたね <laughs> マネークリップってことは別にもうカード類とか持ち歩かないってことああそれカードとえっと、うん お札を一緒に挟んで、うん、あなるほどねそうちょっとね平べったい形のマネークリップでカードと一緒に挟めるんで、うん、まあキャッシュカードとか、まあ、クレジットカードと、うんまあ、一応今使ってないけどパスナーも挟んでて、うん、それとまあお金を挟んでポケットにいつも入ってるみたいな、えーうん、えマネークリップってさ小銭ってどうしたのお釣りとか でも小銭入れですねああなるほどねうんううう基本的には、うん、マネークリップはじゃあなくさないんだマネークリップは <laughs> それはなくさないんだなくさないっすね基本ポケットだからってことそう基本ポケットにやっぱ入れるからそもそもさ現金をそのままテーブルの上に置いてとかしないじゃん確かにそうだね財布みたいに置くことないもん、ね、そうだから絶対にしまうんですよね、うん うん,うん、うんうん、だからなくしてないっすなるほどなまあさっき小銭入れっていう話が出てきたんです小銭入れはまあ2回なくしても3回なくしてますなくしてるやん,るや,んやっぱ箱ダメなんだよ <laughs> それあのねの小銭入れねうんいや小銭入れマジでむずいあむずいかうん結局さポケットかさばるしうん、うん あ確かにねそうえっとじゃあいしねしそうなんですよ、うん、いつかな小銭入れ最後なくしたの <laughs> えっとね多分引っ越しの時の住民票取りに行った墨田転出届かな転出、うん、届出しに墨田区役所でなくしてるんで僕 あのってそんなものなくすんだねというかいやそのね財布だけはねなくす財布だけはなくすお金のあんまりなくすことないんですけどうんうんええ不思議そうだから今小銭はなんかあのポケットに入ってますねうんうんうんその日小銭が出てきたら最後家に帰るときに うん、小銭の、まあ、貯金箱じゃないけどなんかこう入れる缶があるんで、うん、<laughs> そこに <laughs> まあ貯めておいて全部入れてねぶち込んで放置しとくみたいな、はあ、財布ってさなくした時さ鬼の思考始まらんその瞬間ああ僕ねなんかそういうやべえ失敗のことに関しては、うん、もう起きちゃったらしょうがないって思ってるタイプなんでああ、うん、なるほど 切り替えてるうそう、うん、えっとじゃあどうしようかなっていう感じですねああそれはそれとしてじゃあどうしよう、うん、じゃあどうしようかなみたいな、うん、すごいな、はい、前向きだなそうね俺だそのこれカードを買うきっかけになったのがそのプライムデーの日だったんですけど、うん、完全に朝財布なくしてはいはいはいもうどこ探してもなくていやもう結論なんかその猫が隠してたんですけど あらちそう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 なんですけど多分、うん、どっかいつも見ないところ奥底にやってたんですけど、うん、俺基本置くところとかもいつも固定なんだよ物ってだから「いや俺が財布なくすわけねえな」みたいなもうめちゃめちゃその朝鬼の思考始まって「ああいやいやどこだえバスかいやない絶対俺だって持って帰ってきたの覚えてるし。 ちゃんとあそこ置いいたたしなみたいなみうそうそう、うん、え外で置いてたとしたらあカード飛べなきゃなみたいなあ今日仕事どころじゃねえなみたいな、うん、それ午前10時ぐらいだったんですけどすっごいグワーってもう初めてだったんですほとんど財布なくすかもみたいな経験が初めてだったんで、うん、これやべえなと思ってでまあなんとか見つかって探しまくった結果あもうこれはじゃあおぼし飯やと思って。 買ったんす、ね、あのユーフィーのカードをちょうどプライムデーだったしそうそうちょうどだしあこれはプライムデーだから買えってことかみたいなああなるほどね,ねそう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 お導きがあったとだからねいやびっくりするよね普通やっぱいやーねーびっくりするよねそうど,どうしたもんかってなるよねああなるうん佐野は慣れっこだろうけどほ慣れちゃったね <laughs> 学生の時にも慣れちゃったねうん相当やったんだじゃあ あでも確かに、確かにやたら財布なくしてる人いたかも。なんか、一人はいたかも。なん,何なんだろうね、あのやたら財布なくすの。うん、うん、本当にあるかもね。そうそうそう。うん、困ったもんですよ、本当にまに。でも、他のものは別にね、なくさないもんね。そうね、なくなったなって感じるものはないですね。うん なんか最近、その、まあ、それも結局猫がやってたんですけど、その、ブルートゥースイヤホンも結構。うんうんうん。あ<構>あ、ブルートゥースイヤホンね。いい家の中でどっか行ってて結構焦って。ブルートゥースイヤホンはなくしたな。やっぱなくすよね。うん。うん、新幹線の中置いてきたりとか。うん。うん、うん、あるね。結構ツルツルしてるからさ、ものによってはさ。うん、ポケットからポロって落ちるんだよね。うん、ね。席によっては。 かありますねいや物なくす話で20分使っちゃったね <laughs> まあでもプライムでいい買い物ができた、ね、うん、ねいたうん、楽しかった、うん、とっても、うん、まあどうせこの後もサイバーマンデーとか来るんでそうねまあ楽しみにしてますうんプライムでね佐野は佐野はこの土日とかはどんな感じだったあ僕がプライムで,で買ったものは聞かなくていいですかあ聞きたい聞きたいそう なんか買いましたそういえばそう何か買いましたえっとあのご、ー、めんなさちょっと今電話かかってきちゃったんですけどえっ、ー、とねあのー、ちょっとっ言えない言え,言えない言えないえ言えない言ふりだな今でも振っといて申し訳ないけどえっとえ言えないふりだったないうん新しい あ、ピ P だね。でも P だね。あ、P、あ、わかりました、わかりました。なんかちょっと反応しときます、それは。じゃあ、聞いて。もう本当にプライムでっあ P か。それ P か。安かった。安かった。あ、安いんだ。おお。え、ピもピーだな。ピンも P。あ、そう。つけちゃうね。透けちゃう、つけちゃう。 つけちゃうかお,おもろいな本当 <laughs> にえそれだけちなみにほん本当にそれだけ本当にそれだけ <laughs> お前すごいないやあのすごい、あのー、そう欲しいものがねなんかピンとこなくてああうんです、うん、ね欲しいもの買うやつだからねあれはねそうまあ、うん、結構一生懸命探してたんだけどうん なかったっすね。なかったか。うん。まあ、また次回期待だ、ね。んうん、僕の知り合いが最近枕を買った話をしてて。うん。うんうん、あ、枕とかいいかもなって思ったんですけど。うん。いや、でも別になと思って。なんかピンとこないよね。そう。うん、で、やめたっすね。なんか夏用の布団とかいいかな。 っって思ったんすけどうん別になあっていう <laughs> なんか不要不急のものが多すぎてまあ、まあ、うん、うん、結局そのあれでしたねなかなか購入には至らずと、ねうん、枕とかね布団あんま買わないからねうん、うん、まあ買わないのが一番のお得なのでそれね,それね Twitter で流れてきて流れてたね 一番安いのは買わないことですって確かに<う>と思ってそれはそうそれはそう踊らされるなっていうそうねあのこの土日は僕は久しぶりにとかまあ念願の、うん、やっとねかき氷食べに行くこうとができまして今年も無事お何のかき氷って言いましたかき氷かき氷あのー、はい僕好きなんですよ、うん、かき氷うん,うん,うん、うん ね、リスナーの人も今うんうんってうなずいてると思うんですけども聞いてる方もかき氷佐野がかき氷すごい好きだよね<の>うんうんって今うなずいてますねまあ結構難しい情報だけど、うん、まあ,あの学生の時にあの好きなコーヒー屋さんが夏にね、うん、まあちょっと夏初め、まあ、6月ぐらいから、まあ、9月まあ、うん、遅い時だってね10月ぐらいまでかき氷を出したんですうん でそれから、いわゆるあの屋台に出てくるイチゴメロンブルーハワイみたいなかき氷じゃなくて、ちゃんとこう、なんていうんだろう、素材から作ったシロップで、あの、なんだろう、作ってる、本当にこう、もっこもこのかき氷、結構ボリュームのある、1500円ぐらいするやつ。はいはい、ちゃんとしてるやつだ。そうそうそう、それが僕、すごい好きで。 まあ食べあさってたわけですよね、ここもうずっとなんですけど、うんうん、ちょっとね、ここ1、2年ぐらいは、まあ、外に出るのもなかったので、あんまりかき氷、うん、ピンポイントでしか食べれなかったんだけど、もう当時、すごい時はね、本当、うん、毎週食べに行ってたぐらい好きで。なんか、夜中とかにもあるよね、確かに、ね。あららら、<の>秘密有名ででかいやつ、そうそうそう、なんか、それ、知ってるなぐらいの感じですね、僕、うん、ううかき氷知識は。そうね。 いいっぱいあるんですよかき氷屋さんってあるよねうん、うん、でかいしそうそうそうで僕がまあ好きな僕が好きなかき氷屋さんはそのコーヒー屋さんのかき氷だったんだけど、うん、そのコーヒー屋さんちょっとなくなってしまって、うん、あのもうそこのコ,かきコーヒー屋さんのかき氷を食べることはできなくなってしまったんですねうんうんであのマツコの知らない世界とかでうん かき氷の女王っていうので出てる原田麻子さ,さんっていう方がいるんですけど大体、はいはい、僕が好きなコーヒー屋さんのかき氷だったりとかあここ美味しかったなっていうかき氷大体、うん、その原田さんっていう方がコーヒー屋さんとコラボして出してるんですかコーヒー屋さんが、まあ、プロデュースされてるんですよねだからちょっとまあ今年は 1>, まあ1回行っ、1回2回、まあ、3回ぐらい行ったことあるんですけど、その原田さんのお店に、ちょっとぜひ行きたいなと思って、行ってきました。行けたんだ。な、何てんで,店ですかえっと,とね、氷車氷者ママとこっていう、まあ、氷に、うんあ、あの、車っていうのは、なんかあの、あなんていうの、社の車ですね。車 <laughs> <laughs> 程の車あれかわかりましたよ。いい、あれか。 そうママトコでママトコっていうのがあのローマ字かな、うん、うんうんあった、うん、中野新橋だそう中野新橋うんまあもは同じ、ね、あの中野新橋に前の全身のお店全、うん、身のお店っていうかまあ最近移転したんですよねよ新しくなってああはいはいはい、うん、より綺麗な感じになったんですけどうん、うん、あのそうそこで 食べいいじゃんいいじゃんか,かき氷ってさ一人で食うのそれともやっぱ誰かと行くの女の子とか,なんかそういう感じ一まああの一人で行く時もあるしうんまあ今回はその一緒に行ったんですけど一人で行くもすごいねでもこれはすごいなまああの今まではそのね あのー、よく行くコーヒー屋さんっていうその顔なじみもあったんで一人でそれは確かに行きやすいねうん行けたんだけど、うん、そうそうそうまあ今回はまあかき氷ちょっと、うん、まあ2人で行ってどうなった、うん、何食べたのあのね、うん、そこのお店の特徴が、うん、日本の調味料をこうかき氷のシロップに落とし込んで 作るのが特徴のお店なんですよ、うん、なんかさかき氷って漠然とフルーツのイメージだったりとかそうだよね普通そうなんかマンゴーとかイチゴとかメロンとかのこう超美いしい普通のイメージだよねそうか果汁すりつぶしてちょっとシロップにしてみたいなイメージだと思うんですけど僕が今回頼んだのは、うん、えっとね白だし うんうん、白だしのシロップに、えっと、ナッツが入っててナッツとえっとねなんだっけな白だしとナッツすごいね<う>組み合わせ、うん、味が想像しにくいとは思うんですけどうんあ白だしの、えー、ミルククリームにククームメープルとナッツがかかった うん、すごいなかき氷ですねええでもこれ確かになんかこう不思議だねなんか甘かすとか酒かすとか言ってるよねなんかあそう酒かすクリームがすごい美味しいんですよす,すごいねそうで使う日本酒とかも結構こだわってて、うん、今日はこの日本酒なんで割となんかこういう味が特徴ですよみたいなのをインスタグラムでね発信してたりとかして面白いのすごくね美味しいですよ面白いうんでまあ 結構割とそういうテイスト好きなんでうんそこに行って食べて、うんうん、来ましたねなんか俺の中で結構このでかいかき氷俺かき氷そもそもそんな食べないんだけど、うん、でもでかいこのなんか凝ったかき氷食べる人は割と感度が高めというかなんか面白を探しに行ってる人多いなっていうイメージがあっていや結構インスタでも見るんだようん、うん、やっぱ友達とかの流れてくるとはいはいはい 面白食いに行ってんなこいつみたいな思いながら見てるんですけど俺もちょっと今年は谷中あたりからかき氷挑戦してみようかなとかちょっと思っちゃうだね,ねうん,並ぶんだけどねそうあの並ぶので <laughs> そうだよね <laughs> あのね夕方ぐらいがねいちょうどいいっすねえあ,あそれぐらいだと いわゆるかき氷が食べたくなる時間うん、そうだね。昼間の、ね。まあ11時から14時ぐらいって、多分めちゃくちゃ混む。<laughs> スーパーピークタイムだね。うん。人,の人も出かけてる時間だしね。そういう時間って。うん、うん。だから、僕わりと15時、そう、15時半ぐらいに行ったかな。うん、そしたら全然並ばずに。あ、本当、そのまま入れて。へえいいじゃないですか、うん。美味しいっすよ、かき氷は。うん。 かき氷の魅力って何なんすかやっぱまあ,まあ食べないと分かんないけどな何の魅力なんですか、ね、うんそうねあの美味しい組み合わせこんなのあるんだなみたいなあ新しさってことそうそうそうこれ新しいなっていう感じうんええー、うんうん してるやっぱ果物とかを使ったソースとかがやっぱ多いんだけどそれもちゃんと果物を使ってるからうん美味しいしうんかやっぱりそういうかき氷出すとこって割とこだわってる素材をちゃんと出してるっていう感じがあってうん普段食べないようなものをね食べれますよそれが楽しいんだかき氷はじゃあうん佐野がおすすめするかき氷ってどこ そうね、氷者ママとこはまあマストでしょうね。ここはよかったやは、やっぱり。うんうん、で、うね、あとまあ、美味しかったなっていう記憶があるところだと、うん。えっとね、銀座の神社ですね。ああ、わかんねえ。それもどこだ。銀座の神社っていう。銀座にあるんですか、銀座の神社。うん。 銀座行ったんだけど、うんうん、ここもね結構凝ったあのかき氷出してて銀座のジンジャーこれだそうの物によっては本当にジンジャーでしの生姜の、ね、結構しっかりジンジャーな感じのかき氷があったりとか、うん、ここもね美味しいしあとはねいいあの三、うん、宿にあるあの、うん、カンナっていうね わキッチンかんなっていうところはいはいはいは普通にうまいっすうん普通にうまいでもここは並びますあそうだろうねうんな並びそうそかきかき氷もおしゃれやなそうねへえ<ー>今まででめっちゃうまかったなっていうのがその黒ごまのかき氷があってうん 黒のま,まのかき氷はねうまかったねなんかその結構常識打ち破ってくる感じだねそのかき氷聞いてるとそうそうテイストがやっぱ変わってるんよなうん、うん、そうだよねうん面白いなんでちょっとこの夏もしよかったらねえ俺も挑戦しよう行ってみたらいいんじゃないでしょうか<回>なんか一,一回もそういうこのクオリティのかき氷食べたことないからうんなんか出かけるネタにもなるしね うん、面白そう、暑いし最近、死ぬほど <laughs> や、ねいい。やばいよねやばいよ。うん、やばいよ、本当。に。あの大きいかき氷を、2> 2あ、ないないない、2>, はい、2日連続なんですか。あ、俺2日連続、外行ってたんですよ、土日、どっちも。あ、バーベキューしてるって言ってたもんね。全然きつい。全然もうぐったり帰ってきたら。うん、かき氷、ね、本当に食べたいと思った。もう、あったら。 5分ぐらい歩いてたらもうドロドロなるもんな体,<前>体本当にもうやばいね最近、うん、無理死んじゃうと思ってバーベキューとかあオクフェスも行ってたんですけどもうそれどころじゃねえよみたいなうんとにかく暑いってそうだねうん、うん、また続きますからうん行、うん、きますこれはちょっと楽しそう大きいかき氷食べるときね結構ね、うん、開幕崩しちゃって全然楽しめないみたいな うん、方が多いんですよ。はいはいはい。結構ね、ほら、大きいところ、どっからスプーン入れらいいかわかんないんじゃない横面なのか。確かに、確かに、これどうやって。こから食えばいいんだろう、うん、みたいな。そう、あのね、まず、上から見て、うん、もう、中心から食っていきます。はい、あ、中心なんだね。そう。うんうん、ドーナツ型を作るようなイメージで。うん。<で>そっから減らしていくんだ。うん、そっから、スプーンを。 サイドからこうね内側に入れるようにあああ穴,穴に崩していく感じですかそう穴に落としていくように食べると、うん、美味しく食べれますんであめっちゃ耳よりやんそれは、うん、最後までちゃんとおいしく,、ねうん、しく食べれますわかりましたそ,れそうやって食べるわじゃあ、はい、聞いたからにはうんあれてか俺一個聞,聞こうと思ってたな あなた最近でかい寿司食べてたよね最近ではないけどはいちょっとそれは来週話そうぜそれはそれ来週にしますかこれ結構コミった話だわこれ結構コミった話だんであそうもうエピソード自体がコミってるこれコミ入ってますねかなりあコミいってる分かりましたはいちょっとコミいってますんでこれ来週話しますでかい寿司食ってたよなはと思いながら来週でかい寿司で かいこなんからみさちだよねそうだねそうかいこねかいこだねできますの話で来週お会いしましょうそしたらはいわかりましたこれはもう今日上がる今日上がりますもうすぐ編集して P 入れて楽しみですじゃあ新ハダイはですね引き続き皆さんからのお便りお便りさねもう全然送ってこないじゃんみんな引き続きお待ちしておりますんでみんな みんな、打ちながら聞きなさい、ラジオ。俺、結構、でも、今回、ちょっと、久しぶりに外出て、5人ぐらいには新規のリスナー獲得してきたはずだから。うん。5人ぐらい、新規の、そこの、そこと、そこと、そこと、そこの、うん、ちょっと聞いてほしい。できれば。そう、Spotify、<え>はい。はい。そう、そこ下です、下す行くと、フォームがあるから、フォームで。でなんか、 お待ちしてますんでお願いしますねお願いしますはいそれでは今回本当に本当のの42回目ですねはい根本と佐野の深夜体四42回目今回もパーソナリティは根本と佐野でしたおやすみなさいおやすみなさいまた来週まあ普通に良かったですね先週よりはいいじゃん先週終わってたからな 先週終わってたね。た悪口大会になったのが、うん、最終的に。うん、<で>よかったですよかったです。どこ住むんだろうなーで終わったからね。うん、全部もう言葉が空中に浮いてたからさ。そうね。<laughs> 面白かった <laughs>。じゃあ編集します。ますはい。はい